はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回のなおチャンネルは久しぶりのこちら本学寺さんにやってまいりました。いやちょっと1年ぶりだよ。の、no. no. ね、丸々本当にぴったり1年ぶり、ちょうど1年前に夏に来てねお邪魔して、ね、で、その動画をなおチャンネルの動画をアップしたら、うん、ツイッターで本学寺さんの住職さんがフォロー返してくださって ねまたいつでもお越しくださいって言ってくれて、うん、お言葉に甘えてまた来ちゃいました。はい、であのツイッターでね、あのメッセージやり取りさせてもらってて、うん、で今日ちょうどこの日が私もピンポイントで今日ってお伝えしたら、今日はちょうどご都合が悪く会えなかったんですが、なんか先ほどお土産もいただいたので、はい、また後ほどねちょっとご紹介しましょう。じゃあ行ってみますか。バーガー行きましょう。いろいろ味が新しくいっぱい出てたよね。そうなんだよね。どんどんいろいろツイッター情報ではねいろいろ見てるからね。てか私たちあのユニフォーム着てます。あ、ちょうどあ2人とも菊池選手だ。たまたまもう広島だからね。でもさ広島の人たちさ、うん、普通に普段着でも着てるよね。着てる。それかわいいんだもん。かわいいよねやっぱね。さあこちらです。1年前は雨だったよね。多分雨の中来たんですが、はい、こちら美味しそう。新しいの夏野菜レモンバーガーめっちゃ美味しそう。なんかやっぱちょこちょこ変わってるね。変わってんのよ。だって前さ大判焼きとか食べたよね。あった食べた。そうだよね、うん、あとなんかピザとかもあった。あ、ピザはあるね。ピザはある。テリヤキマヨチーズバーガーでも売り切れだね。またあ、前回もねそう売り切れてた。なんかサルサとか、うん、あ、そう、うん、ピザはある、うん、でバーガータルタルバーガー、夏野菜レモンバーガー、サルサベーコンバーガー、ネギ塩だれバーガー、売り切れです。住職大好き、売り切れですね。人気だね。どうしよう。ちょっと、うん、夏野菜レモン気になるな。気になる、わかる、うん、じゃあ、うん、それを買うとして、うん、ちょっとやっぱせっかくなんでね、うん、せっかく来たんでね、うん、1年ぶりなんで、うん、もう1種類ぐらい行きたいけど、ゆかちゃん選んでくれる？夏野菜レモンを食べるなら、うん、あとはタルタルか、サルサベーコン、ベーコンかピザでしょ。私タルタルかサルサがいいな。そうだね、うん、じゃあまず夏野菜レモンバーガーね、うん、はい、はい、行きます。夏野菜ゴロゴロ入った写真だね、うん、ね、美味しそう。そう、レモンがあるのがいいね、広島っぽいね。そうだね、はい、あ、懐かしい、この箱。そうそう、箱に入ってるんだよね。あ、そしてお店で買ったやつだった。そう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 、そうだった。そうなんですよ。ちょっとおみくじは後で聞きましょう。開けましょう。はいはい、そして次サルサベーコン。はい、サルサベーコン、はい、350円。どっちも350円。オッケー、出た出た出た。だからこっちのおみくじはゆかちで。あ、はい。おみくじついてるっていいよね。いいよね、楽しいよね。ちょっとこれね、なんかね、あのツイッターで見たらさ、うん、電子レンジお借りできるみたいな書いてある。え、そうなの？うん、ちょっと聞いてみよう。聞いてみようか、うん、ママさんに。ちょっとここでもし食べられるならね、うん、あ、そっか、ここでやった方が OK、はい。普段住職さんがいらっしゃるときは、うん、あの電子レンジを置いていらっしゃるんだって、外にね、うん、すごいね、ね、サービス。それはすごいよね。だから買ってすぐチンして食べられるんだけど、今日はね、住職さんいらっしゃらないので、うん、ということなんで、ホテルに行って、そうですね、はい、また食べたいと思います。楽しみだね。今冷えてるからね。おみくじも楽しみ、ね、おみくじも楽しみ、はい、今日のカープ戦がかかってるかもしれない。そうだねそうだね、すぐ出るかな勝ちますように。後ほどホテルで。後ほどです。はい、室内にやってまいりました。はい、本当はホテルで、ね、撮ろうかなって言ったんだけど、言ってたら、これを撮影してくれてるゆかちゃんのお友達のナナさんのお宅にお邪魔しちゃいました。すごい、またね、すっごい素敵な家なわけですよ。すごい素敵だよね。本当にすごい素敵だよ。だってさ、ここ窓からさ、空がもう見えるしさ、テレビの庭もね、この窓がさ、これはね、ナナのこだわりがいっぱいあるお家になってる。あ、もう真っ白だし綺麗ですよ。そしてここにセッティングしてくださったね、あの今チンをしていただいて、さっき買ったね、はい、あのヨケバーガー、そう、サルサベーコンバーガーと夏野菜レモンバーガーですね。この2つをカットして高級バーガーですよ。このさ、このおしゃれなでしょ。待って、これもよ。そうよ、これもだし、見てこれ、
あ、見つかっちゃった。見つかっちゃったな、これもしかしてさ。今日一日汗いっぱいかいたし、はいね、私たちが揃うと、これになるとね。ということで、乾杯乾杯お先で。おしゃれなグラス、これ、ハイボールを。しかも、レモンね。ちゃんと入ってるもんね、このね、至れり尽くせるの、この。ね、素敵なお友達だね。でしょ、自慢の友達でございます。中学校の中で。そうなの。ナナさん、ありがとうございます。いただきます。うん。うん。いいねー。最高。これこれ。これだ。欲してた。これだ。本当欲してた。欲してた。欲してた。ああ、もう元気になった。ね、よし。撮影しよう。行こう。始まってるから。はい、ではまず、サルサベーコンバーガーと、夏野菜レモンね。どっちからか、こっちからいいんだよね、うん、きっと。あ、じゃあそう、ノーマルがいいよね、きっとね。こっちから行きましょう。あ、すごいね、やっぱり、うん、あの半分に切ってもらったんだけど、やっぱ彩りも見えるね。あ、ほんと、ちゃんと野菜が、ね、野菜がしっかり入ってます。入ってます。ちょっとじゃあ一緒にいただこうか。分厚い ね。いただきます。パンもちもちなのに、すっごい、うん、もちもち、うん、そしてお肉が分厚くて、うん、でも夏野菜何入ってるんだろう。パプリカと、この、なんだろう、これあれ、ズッキーニ。ズッキーニだ。でパプリカ2種類でしょ、うん、玉ねぎも入ってるね、うん、うわ、おいしい。さっぱりしてるから、レモンが入ってるからすごいさっぱりしてる。本当だ、レモン入ってるからだ、ね、なんか、いいね、うん、なんか、重たくないから夏、うん、そんなに食欲ない時も食べれるかも。ちょっといけちゃう、うん、おいしい、うん、あ、かわいいワンちゃんが鳴きました、うんうん、これはちょっとどんどん食べたくなっちゃった、ね。じゃあちょっと一旦置いといて、次の方ね、うん、サルサベーコンバーガーね、なおちゃん大丈夫かな、辛いの。でもサルサなんかそんなすごい辛く、うん、結構いい色してらっしゃる。赤いね、うん、しっかり、ほんと、ちゃんと赤い、ちゃんと白までしっかり入ってんだよね、すごいよね、すごい。これで350円だもんね、うん、じゃあいただきます。うん、全然また打って変わって、うん、うん、辛い、うん、本当に辛いのが苦手で、うん、うん、なんか美味しい。大丈夫な辛さ、うん、うん、え、違うんだって今、うん、やっぱり辛いのが苦手な人はね、本当のちょっとでもやっぱね、うん、味ちゃう。どう、私全然辛いの、うん、すんごい辛くてもいけるんだよね。全然いける。むしろこれにこの味、サルサの味付けならもう何ならタバスコバシャバシャかけて食べたい。バシャバシャかけられるんだ、うん、でもあの美味しいよ、うん、美味しい辛さです、うん、私も、うんうん、ちょっとずついただきます、ね、全然違うバーガーだよね、本当に、うん、このお肉自体も一緒っぽいけどね、うん、味付け全然違う、ね、味付けが一気に変わるから、うん、でも、うん、お酒に合うね、うん、ありがたいです。そしてこれをいただくとして、うん、おみくじです。そうね、はい、じゃあ、先ほどのサルサについてたおみくじがゆかちゃんで、はい、夏野菜バーガーはこっちね、うん、じゃあゆかちゃんに決めてみようか、はい、うん、開けさせていただきます、うんうん、ここにね、妙見くんも映ってる。そう、妙見くん、あ、あれ映ってないな、映ってないね、ここに妙見くんが、そう、うっすらわかるかな、見えるか、うん、妙見バーガーって言うんですよね、うん、そう、うん、じゃあ開けます。開けてみて、なんだろうね、私去年微妙だった気がする。おお、まあ、まずは一番最初に言うならば、小吉、小吉、うん、かわいい、かわいいね、うんうんうん、緑なる一つ草とぞ春はみし秋はいろいろの花にぞありきる意味がこっち、あ、これだと生まれたての赤ん坊は何の汚れもなく清らかなもの、うん、いわば白紙である、うんちょっと笑っちゃった、うん、それが蝶づるに従って種々の色に染まっていく、互いに人の良いところを取り、それ己のターンを、短いですね、ターンを補うよう努めるならば世の中は丸く収まる。だから名言みたいなね、うん、これは、あ、なるほど、人の長所を取って、うん、己の短所を補うように努めるってことかな、うん、なんかいろいろ書いてあるじゃん、
どう？学業は鍛錬なることが第一、うん、頑張れることだね、うんうんうん、旅行は？旅行はどの方向にでもよし、おいいじゃん、ああ東京から広島行ってもいいし、ね、しどこ行ってもいい、うんうん、願い事は人の助力っても助ける力ありで、うんうん、あ、これね、うん、助力ありで、うんうん、助けられる。でも私これすごく思った。本当に、うんうん、本当に奈緒ちゃんもそうだけど、うん、なんかみんなに助けられて私は生かされてるから、いやそれこれはね当たってる。ゆかちゃんだからですよ。ゆかちゃんの周りのいい人ばっかり集まるから。みんなが助けてくれる。素晴らしい。小吉でこれからまたね。あ、縁談、縁談、縁談は一人思案より人に打ち明けよ、相談できる友達が。ナナさんとか、ね、いっぱいいるからね、相談できることが起きますようにそうですね、はい、じゃあ私もやってます。この次のページに書いてあるね、ちゃんと、あ、大吉じゃん、珍しい、私こんな出たことないよ、ナオチャンネルで、ナオチャンネルで初めての初末吉、すごい、いつも末吉とか小吉とかだったの、じゃあ私がその代わりに、あ、いったん今日だけごめんなさい大吉初めて出た、すごいじゃん、春ののに、うん、かすにたなびき裏がなしこの夕影にうぐいすなくも、どういう意味だのどかな春のこの風情、ゆっくり、あ、ゆったりとした、ゆったりした幸福の中に、身を置くにも例えられようか、だが一方このような時こそ油断は禁物、はい、はい、無常の風の襲わぬ先の用心こそ大切、はい、なるほど、うん、すごいよ、願い事思い通りなり、あ、願い事かなるの、すごいよ、あとは待ち人は遅く来たよ、あ、旅行、連れあれば共に行け、ああ、連れが、連れあれば、連れ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 一人ではよくないことね、連れがってことだよ、私一人でまあ今回来たからいろいろあったのか、いや旅行じゃない、旅行、トータル行くのは一人だったけど、うん、一緒だった、あ、そっかそっかそっか、うん、合流してからいいことがあったから、じゃあよかった、なかなかね、うん、ちょっと天候でね他には、あ、方角は西と南の間よし、うん、西と南、西、東京から西に行ったらだって広島でしょ、うん、あと南もいいし、下だから四国とか九州とかがいいってこと、うん、もういいってこと、天気は今のままがいい、うん、ああいいね、縁談、うん、心静かに短気は敵、短気なことがないかな、でもなんかすっごいなんか曲がったこと言う人とか、あ、そうだから、うん、ちゃんと間違ったことは違う、ちゃんと気持ちはちゃんと言うんだけど、うん、もうあんまりそんなにイラッとするとか、うん、短気なことないよね、うんうん、そうだね、うん、もう、うん、それでちょっとのことでわーっとかは言わないけど、ちょっとふつ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 ってなってバーンってなっちゃう、怒らせたら怖いってことだよこまめに出せばいいね、溜めちゃうからね、はい、ありがとうございました、そしてそう、あの住職さんから ね、こちらいただいたんだよね、あの住職さんのご両親の方に、あの預けてくださってて、でこれをいただいたんです、開けてみようか、うん、どうしたらね、ね、どうしたらね、ん、あら、あ、すごい、及川奈央様とお手紙もついてるんじゃない、あ、いやー、あー、ちゃに、まあ、すごいよ、え、開運状、嬉しい、それすごいね、え、これ嬉しいやつ、すごい、あー、名前書いてくださってます、ね、いやー優しい、ありがとうございます、これどっちの方角にとかはちょっと調べます、じゃあこれでさっき書いてた、西と南の間よし、そうなのかって、なんか家のさあるんだけどね、ちょっと調べて、調べて、はい、置かせていただきます、そしてお手紙もちょっと、すごいご丁寧な方でね、ツイッターの DM でね、本当はよかったね、うん、あの1回目に来た時に、うん、すごい私たちが自販機でちょっとこうキャッキャやってたら遠くで、あ、こうやって見られてたんだね、あ、すいません、ちゃんとお参りさせていただくんでって言ったらね、僕は全然もうどうぞどうぞって言ってくれた、ご住職さんはあれなんだね、子ども食堂とかもなさってて、なんかすごく心がね素敵な方だよね、うん、大丈夫、はい、すご
ごい合唱残暑の放浪及川奈緒様におかれましてはますますご健勝のことをお喜び申し上げます。さてこの度はご提案にもかかわらず遠路はるばる本格寺にご参拝いただきまして誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本来であれば節操が直接ご接待するはずでありましたが都合が合わず会えずじまいとなりました。またの機会を楽しみにしております。そして大変恐縮ではございますが、祈願済みのお札を授与させていただきます。どうぞお納めくださいませ。及川奈緒様のますますのご活躍と、身体健全を心よりお祈り申し上げご挨拶に返させていただきますということですね。はい、住職様から、はい、お手紙、ご丁寧なお手紙と本当にご丁寧なお手紙、素敵ね、これ祈願済みの、あ、見て、後ろにね、ニャンケンくんがいるね、かわいい、あら、嬉しいです、ね、ちょっとね、ぜひあの広島に訪れてた際は、ね、皆さんもそうね、ぜひ、うん、こんな素敵なご住職様がいらっしゃいますので、でね、あの、うん、電子レンジも住職様がいらっしゃるときは外にそこでチンできるから、そこでチンしてすぐ食べられる、外にあるってすごいよね、うん、どうぞどうぞって使わせてくれて、自由にって、そう、ね、だからちょっとぜひ皆さんも行ってみてください、はい、行ってみてください、はい、ということでじゃあ今回はこの辺でね、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また出てください。はい、ありがとうございました。では今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そして引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。以上、及川奈緒でした。鈴木ゆかちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。